はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、私が住んでおります川崎のお店に行こうと思っております。本日向かっているお店はですね、近藤屋さんという家系のラーメン屋さんなんですが、こちらのお店は本店が横浜市の都筑区の方にございまして、川崎にも支店があるんですよ。で、以前ね、撮影ではなくてオフで伺って食べた時にね、めちゃめちゃうまくて、いつかね撮影でもお伺いしたいなと思ってたんですけれども、やっと念願の川崎店でね撮影に伺うことができます。で、こちらのお店はもちろん家系のお店なんで醤油ラーメンがあるんですが、家系には珍しい塩タイプのラーメンもあるということなので、本日は醤油と塩2杯食べていこうと思います。こちらがですね、本日ラーメンをいただきます近藤屋川崎店さんでございます。本当にね、こちらのお店は人気店なので、もう四六時中お客様がいらっしゃるんですけれども、比較的空いている3時にお話をさせていただいておりまして、時計ねえなただいまね、約束の時間となっておりますので、早速お店の方に入ってラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまね、店内の方に入ってまいりました。1杯目に注文させていただきましたのが、大のチャーシュー麺に海苔増しに大ライスと、最高のねセットを注文させていただきまして、ただいまね1杯目のラーメンを作りいただいておりますので、メニューが到着するまでもう少々待ちたいと思います。で、ちょっとねラーメンが来る前に少しお話。こちらのね近藤屋さんは目の前に駐車場とかがないんですけれども、路駐とかをしてしまうとかなりね迷惑になってしまいます。なので近藤屋さんをねご利用する場合には近隣のね駐車場等に車を止めてご利用いただければと思います。ありがとうございます、はい、うわー、うまそう。ということで、ただいまね一杯目のラーメン到着いたしました。こちらがですね、大のチャーシュー麺に海苔増しで、そこにねこちら必須でございます、ライス注文させていただきました。こちらのねお店はね、もちろん家系のお店なので、麺の硬さとか味の濃さとかを選べるんですけれども、今回はね全部普通で注文させていただきました。それでは早速ね、いただきます。まずちょっとこちらのスープからね、うわー、ちょっとこれ上から見えます、この出汁感ですよ。いいね、あーうまい、うまい。近藤屋さんのスープはこう今流行ってるような濃厚系ではなくて、家系の中でもクラシカルなね、この出汁の効いたスープなんですけど、これがねめちゃめちゃうまいんですよ。あーうまいね。そしたらこの辺りでこちらの麺いっちゃいましょうか。うまそう。麺いただきます。うん、うまい、うめえな。このねもちもちとしたタイプの麺で、これがねめちゃめちゃうまいっす。うん、これはライスだ、うん、合うね、うまっ。最近はねこれちゃんとこの出汁取ってこの系統でやってるお店減りましたけど、やっぱりねホッとするんですよね、心に染みるというか。うん、うまっ。またねこのライスについてる刻みのたくあんも嬉しいですね。うん、ちょっとこれ海苔増しさせていただきましたんで、よし、しっかりこれスープにつけて、これ麺にくるんで、うわーうまそう。ちょっとこれは間違いなくライスにバウンドさせた方がうまいな。いただきます。うまっ。うん、
この辺りでこちらのチャーシューをいただきます。チャーシューはこんな感じでございますね。まあやらけちょっとこの辺りでニンニクと、卓上のブラックペッパーと、うわこれは絶対うまいね。ちょっとニンニクも少量ずつ溶かして、これほうれん草巻いちゃいますか。うん、まっ、これニンニク、胡椒にほうれん草を合わせてライス、鉄板っすね。でまたね、ここにこの海苔合わせてもうまいんすよ。こちらまずはねライス完食してしまいました。ひとまずね一杯目のこの大チャーシュー麺は完食させていただきました。ごちそうさまです。やっぱね家系は最後にこの水ね、なんでこんなにも家系食べた後の水ってうまく感じんだろう。めちゃめちゃうまいよな。ということでね、ただいま2杯目のラーメン到着いたしました。2杯目がですね、こちら塩チャーシューの台でございます。めちゃめちゃうまそうなんで早速ねいただきます。通常のチャーシュー麺、醤油系のタイプのラーメンとは違って卵が乗ってるのと、チャーシューはねバラに変更されていて、これが結構特徴的ですね。うわうまそう。うまっ。うわめっちゃうまっ。塩だれに使っている塩自体にもかなりこだわりがあるみたいで、このスープ自体にその塩のうまみっていうのかな、それがねしっかりと感じるように残ってて、そこに加わるこのだしのうまみめちゃくちゃうまいっす。うわこれ結構好みだな。麺行きたいとこなんだけど、チャーシューがすごいからちょっと届かなくてさ、ひとまずこのバラいただいてみましょうか。チャーシューはねこんな感じでございますね。うん、うまっ。バラ肉らしいとろける食感、それはもちろんあるんだけれども、赤身部分にトントロみたいなサクサクっとした食感も加わってて、柔らかいだけじゃなくてこのチャーシューめっちゃうまいね。ちょっと麺もいっちゃいますか。これうまっ。でも塩の方なんだけど、家系とはまたちょっと違った超濃厚なタンメンみたいな、この塩の旨味がしっかりしてて、だしもしっかり効いてるんで、これめっちゃうまいな。うん、これは好みだし驚きがすごいな。どっちが好きかとかは結構ね好みによると思いますけど、多分ねこれ塩にハマった人は抜け出せなくなると思う。このラーメンはちょっと他じゃ食えないね。これ多分ね塩にごま絶対合うと思うんで、ごまをちょっと、うまっ。ごまのいい香りが加わって、香りにねまた深みが余計出てうまいわ。ごまものすごく合います。
とこれチャーシューとご飯いってもいいですか。うん、うめえ、うまっ。なかなかね、家系のお店では出会ったことないタイプなんで、思ってる以上に驚きが強くて、めちゃくちゃがっついてますね。ちょっと僕らしく最後はこちらの卵で締めさせていただきます。うん、ああ終わった、ごちそうさまでした。ということで本日はですね、近藤屋川崎店さんで通常のね、まあ、醤油ベースのラーメンと塩ベースのラーメン、こちら2杯とライス2杯いただいてまいりましたが、どちらも本当に美味しくて、がっつけすぎてね、大なんだけど一瞬でなくなってしまいました。やっぱりね、最近では濃厚系が食べられるお店は増えてきましたけれども、こういったね、だし系のようなクラシックな家系ラーメンっていうのは食べれるところも減ってきましたので、ぜひね、皆さんにもこういったクラシカルな家系のラーメンも食べていただきたいなと思いましたし、僕自身もね、このラーメンを食って本店にもね、行ってみたいなと思いました。6月の今、撮影現在につきましては、従業員さんが少しね、不足しとるみたいで、本店さんが15時まで、で、川崎店さんが16時までと、ちょっとね、夜営業等を短縮して営業をされております。詳細なね、営業時間ですとか、お休み、まあ、そういった部分の情報につきましては、近藤屋さん公式のインスタグラムがありますので、ぜひね、皆さんもそちらを見ていただいて、こちらのね、美味しいラーメン食べに来ていただければと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またサブチャンネルの方なんかも最近ね活動しておりますので、概要欄の方からそちらの方も登録いただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。